11人いるんだが、11人とも知らない人さ。ねえ、名前を聞いたのか。聞いたよ。なんて親分だ。旦那って親分だよ。旦那？へえ、妙な親分があるもんだな。その旦那の親分が11人で、この追い分け何しに来たんだ。それがね、鳥売りに来たんだってさ。どんな鳥を？都鳥だってさ。都鳥？旦那の親分、都鳥。人数は確か11人。三五郎の顔の色が変わる。長き立ちの繰り方を、左の手にて、下と右に。立ち上がらんとすればお城が。お待ち、お待ちよ、サッチャ。お前そんなもの持ってどこへ行くんだ。お城、下へ降りて、用足をするとまたここへ蹴ってくるだろう。俺が用足をして蹴ってくるまで、この夢から出ちゃいけねえぞ。一寸でも出やると、吹っ切ったぞ。これ座ってろ。あらま、妹なんてものは錠前の代わりになるのかしら。表へ出らんなくなっちゃったよ。笑いながらにかのお城。手酌で飲んだ好きな酒。額掘りたる三五郎。裏手回る裸足のまま。庭へ通りる向き足差し足浮かないよった奥にはの。石道路に体を隠し、離れの様子を浮かないども。話がさっぱり聞こえません。犬じゃねえが四つん這いにあって、通ってきた離れの縁が波乱這いになって、掃除の隅に穴を出て、覗いてみりゃ魔法を勝たない都鳥一家。そうか。三五郎が見ているとは夢にも知らず。ねえ親分、いくら情緒が強いか知らねえが、ふむくって虫の息、もう野郎の命は取ったも同じことだ。